はい。はい、というわけで、えー、一本目、海賊の話でございましたけどもね。うん、えー、まあもう、みんなはワンピース読んでると思うんで、うん、よりなんか、知らなかったらねこん、この名前聞いたことあるっていうのが、ワンピースに組み込まれてたりするだからね、より楽しくワンピース見れるかもしれないね。確かに、うん。そういう意味では、貢献しましたね。うん、いいね何気に あれですね。ワンピースるやってるよね。オディエイチロの話もそうだし。うん、好き、好き、好きなんじゃないだから、本質的に。好きなのかもしれないですけど、うん、まあ、その、なんていうんですか戦って、友情で勝つみたいな。あ,あれこそジャンプの王道じゃん。だってあの、なんていうのゆ友情、うん、勝利。勝利、うん。あとなんだっけ、えー、友情、勝利。友情、勝利。何 なんだっけあと、思い一きあったよね。なんか、三つで言ってたよね。うん、何だったかな友情マ愛愛いや、全然違,よ違うよね。で、二文字でしょう。勝利<上>。<ー>ラッキーマンで三つあったんだよね。友情マン、勝和マン、<ー>努力努力努力だ。ね。うん、そんな感じじゃなかったっけ、うん、そんな、もう王道中の王道ですよ。うん、だから。 ね、出てこなかったけど、三つ。三本柱マンでしょそうそうそう、三本柱マン。そうそう。そうだ、それそれ。誰わかんない三本柱マン。まあまあ、そういうね、え海賊の話でしたけども。違うえ僕はですね、今日はちょっとね、不思議な、まあ話というか、僕結構ね、好きだったんですけど、やってなかったみたいなんで、ちょっとやろうかなという話がありますので、 ままああとりあえずタイトルいきます教えて都市伝説ですね。はい、えっとまあ都市ボーイズがいやその日ちょっとやりたくなった都市伝説を話すというこのコーナーでございますけれども。うん えっとですね、これ、あの、イベントだったかな、イベントかなんかの時に、うん、あのー、山田のお呂さんだったと思うんだけど、うん、に言われて、うん、この話やってくださいよって言われたのがあって、うんうん、で僕もてっきりやってると思ってたんですよ。うん、で、聞いて、聞いていうか過去の見たら、全然やって、うん、ってて一回も多分触れてなくて、えー、なんでこんなにやったつもりでいたのかなって思って、うん たんですけどぶ、うん多分ね一,一回やろうと思ってやめたんじゃないかなと思って何だろうでねまあその話を今日はしようかなと思うんですけども、うん、えー、まあじゃあタイトルというか、うん、まあ何やるか、はい、テーマテーマというかこの人の話っていうのがあるんですけども、うんえー、カスパーハウザーの話ですね、えーうん、これやった気がずっとしててなん 俺ね、カスパーハウザー、ザーカスパーハウザーと鉄仮面でセットで話した記憶がどっかにあるんですけど、うん、やってないよね。やったっけてないやってないよね。全部俺確認してないんだけど。うん、してないと思う。やってないよね、これ。うん、やってたら今ちょっとやめなきゃいけないんですけど。やってないよね。なんでまあちょっと、やってないと思うんでやりますけれども。うん。えー、だからオロチさんにもこの、 えー、リクエストかなはい、はい、だったと思うんですけど、ええー、まあちょっとしてくださいよということだったんで、うん、やってないならしようということで、はい、ええー、話していきますけども、まあこれはですね、あの、まあドイツで起きた、うん、まあカスパーハウザーって人の名前なんですけども、うん、にまつわる、ええー、話なんですが、これがね、非常に、なんていうかね、いろんな要素が入ってる話なんで、うん ちょっとこれを説明しつつお話ししていこうかなと思うんですけれども、うんえー、今からまあ大体200年前ぐらいですね1800年代1828年に、うんえー、あるですねそのドイツで精霊高誕、えー、祭という、うん、え日が5月26日だったんですけども、はいえー、ニュルンベルグという、うん、え場所でやっておりましてで、えー、そこでアイヒマンという、えー、靴屋の、うん 主人がですね、広場でうずくまる見慣れない少年を見かけるというところから、うんうん、まあ物語は始まるんですけれども、うん、この少年が、まあすごい怯えた様子で、うん、まあ明らかに普通の子ではないと。うん、で、まあすごい汚い服着てるし、なんか手紙を持っていると。で、なんだこの子はということで、まあ話しかけたんですよ、そのアイヒマンが。はいはい、そうするとえ、何を質問してもどうやってもわからないと。 うん、私は父のような軍人になりたいのです。うん、この二つしか返してこない,、うんうんい。君、名前なんて言うのわからない。私は父のような軍人になりたいのですと。もうこれしか喋れないと。若か,かみたいです。<laughs> どういうこと <laughs> いやいや、あの、お父さんのような力で。何を言っても。若た、うん、か別に <laughs> そういうキャラだと俺思ってないけど。<laughs> <laughs> まあ要はこの二つの片言みたいな言葉しか喋れないと。うんうん もうまるでそれしか覚えてない、うん、教えられてないような感じだと。うん、で何人にこの子はそんなに怯えているのかもわからないし、あとよく見ると、足がおかしいんですよ。うん、どうおかしいかっていうと、もうあの、まっすぐ固まっているんですよ。うん、棒みたいになってると。で膝の裏が変形して、へこみもないと。うん、もうその人生で膝を曲げたことがない人が、 こうなるだろうなみたいな。もう本当に棒みたいになってる。うん、でも歩き方もめちゃくちゃ不自然だし、うん、これはなんかおかしいこの子はと、うん、いうことで、えー、まあ、ちょっとね、あのー、アイヒマンが、うん、なんかこの子はあるぞと、うん、いうことで、えー、まあその子に注目するんですけども、で、その子が、えー、まあ、唯一持っていたものっていうのが、2通の手紙なんですよ。うん で、その手紙がまた不可解でして、えー、一、まあ、つ目の手紙がですね、フリードリヒ・フォン・バッセニヒタ・タイイへというタイトルで、うんえー、タイの騎兵隊へ入隊を志望する若者を送りますと。うんうん えー、1812年10月7日にこの子の母親が私に、えー、養育を求めてこの子を連れてきたのですが私は自分の子供を育てるのに精一杯で育てる余裕がありませんと。そのため、えー、私は一度もこの子を家の外に出したことがありません、えー。もしも手に余るようならば殺してくださいという内容の手紙が。うん、要は、えー、まあ、タイに、騎、うん、兵隊へこう入隊を死亡している若者を送って、うん 送りますという内容ですよね。うん、で、まあ、ちょっと育てる余裕が私にはないので、お願いしますっていう内容が1つ目。うん、で、2つ目、えー。この子は洗礼を受けています、えー。名前はカスパ、性はありません。与えてあげてください。うんえー、この子の父親はすでに亡くなっていますが、偽兵でしたと。 えー、この子が17歳になったら父親と同じ、えー、第六騎兵隊に参加させてください。えー、この子は1812年4月30日に生まれましたと。うん、私は貧乏です。この子の面倒を見ることができませんと。ちょっと、えー、同じような内容、ちょっと重複しているような内容もありつつ、うん、まあ名前がカスパーであるということがここでわかると。うん、でも父親が亡くなっていた元騎兵だというふうに、うんえー、書いてある手紙が2つあると。 で、これらの手紙不可解なのが、どれも異常なほど語字が多いと。しかも誰が書いたかもわからない。はい、どちらも名前もないっていことでね。で、一つ目はこの子を育てた人で、三つ目は母親じゃないかと。うん、まあ、なんとなく捉えられる。といえば捉えられるんですが、それも定かではないと。で、今、この手紙から出てきたヒントというか、この子に対するヒントになりそうなものっていうのは、うん、そのタイの名前。 フリードリヒ・フォン・ボベ,ベッセニヒ、うん、えタイっていうの,の名前が唯一出てきたんでじゃあそのタイのところに連れて行こうと、うんうん、で連れてったんですよそしたらタイは全く心当たりもないしこの子何なのはい、はい、と、えー、分かんないと、うん、で結局、えー、分かんないからタイが彼に聞くわけですよ「君なんか好きな食べ物とか、うん、な,なんかあんの?」みたいなしたら、まあ、さっきと同じ分からない。 私は父ののような軍な軍人にりたいのですと、うん、もうそれしか答えないと。うん、でじゃあ喋れないなら書けるかなということでペンを渡したら唯一書いたのが「うん、カスパー」っていうのと「うん、ハウザー」という 2>,、うんえー、2つの文字を書くと。うん、でこのことからもじゃあしょうがないから「カスパー・ハウザー」って名前にしようということで、うんえー、名前だけ決まったという、えー、カスパー・ハウザーさんね。うん えー、今のところ、ほとんど何も分かってない状態なんですけども、ねうん、不可解なのは、やっぱ足が、なんかあの、普通の人とは違うとかっていうことと、喋ることができない、ちゃんとした会話ができないという。だどうやってこの育てられてきたのかが分からないというような状態で、しかも、えー、身元も不明ということで、うん、なたのかなかね、うん、まあ、とにかく謎がずっと続いてる状態なんですけども、うん、まあ、えー、そのカスパーハウザーと名前は分かっ 分かか、ったというかつけたんですけれどもこの子身元が分かんないってことで身元引き受け人みたいな人が、えー、出てきて、うん、そのカスパハウザーをこうなんていうの引き受けていくんですよ。うん、で何人か引き受けてくれてるんですけども、うん、まあ,あるですねあの塔の1階の部屋に収容されてて。 周表、まあ、というか、あのー、引き受けてね、うんえー、どうしようかみたいなことに、一時的に引き取っていたあやっぱり話題になるんですよ、うん、なんだ、あの不思議な子はということで、当、まあの部屋にいるカスパーハウザーを見ようと、うん、まあ多くの人が集まったりとかって、まあ、見せ物にちょっとなっていたと。 カスパーは人々に全く興味を示さないで、うん、ただ部屋の中でじっとしているだけで、もう身動きもしようともしないと。うん、で、ある時、見物人が面白がって馬のおもちゃを投げ込んだら、うん、それにだけは異常に反応して、馬、うん、っつって。で、それ以降はもうその食事と馬と一緒に過ごすっていうのがもう、うんえー、当たり前になってきたと。はいはい、なんか、ちょっとさ、唯一、 興味持ったのがその馬だったと、うん、おもちゃだったとでよく見るとその生き物と物体の違いも分からないようだとで窓の外の景色すら認識していないで、うん、景色は壁の模様だと思っていて、はい、でもう部屋以外に何があるかをもう全く理解してないと、うん、で、まあ、いろんな学者とか研究者みたいなのがどんどん彼をこう、えー、研究していくわけですよ。うん、なんかか彼おかしいいぞととうことで、うん で、え、調べていくと、どんどん彼について信じられない事実が判明していくと。というのも、え、例えばですけども、鏡の中に映るものを掴もうとしたりとか、ろうそくの火を火傷ができるほど触ったりとか、いわゆる普通の生活の経験を全くしていないぞ、この子は。何も知恵がない状態。そうそう。要は火に対する抵抗とか、まあ、こう触ったらどうなるかとか、全く体験していないと。で、あと、 暗闇での感覚が異常発達していると。うん、暗闇でもう全く見えない状態なのに、遠くの雲の巣にかかった火災認識して指さしていたとか、うん、全く明かりがない状態でも色や物の形を判別しているというのがわかるとか、うんえー、まあ、あとですね、暗闇での聴覚が異常発達していて、隣の部屋のささやき声さえも聞こえると。うん コウモリみたいです、ね、そうどんどん人間ではないような能力があると、うん、で、えー、味覚もう超異常に発達していてワインとかコーヒーの匂い強烈に上がるんですよ、うん、だけど、えー、まあさすがにこれは分かんないだろうということで水の中に一滴だけ落としたりしたものももう拒絶反応を起こすと。うん 水の中に一滴のワインとかコーヒー入れたくらいって、普通わかんないですけどね。わかんない。それさえもわかってしまうという異常感覚を持っていると。で、逆に光の中では何も認識できなくなると。暗闇で光を向けられるととても嫌がって、光の中では遠くのものが全く見えていないと。もう本当コウモリじゃないけど、 暗闇でしか生きていけないような能力ばかりがこう発達していると。で食べ物もパンと水以外は食べ物を全く受け付けない、うん、どんなものを食っても吐き出してしまうと、うん、いうことでこれらの事実から何が分かったかというと、うん、彼はとてつもなく長い期間もしかしたら生まれてからずっと暗闇に幽閉されているのではないかということが推測されると。うん だから、その能力が異常発達していくと。うん、で、そのパンと水っていうのも、それ以外のものが与えられなかったから、そうそう、こそ、このもの以外受け付けないんではないかと、いうことで、うん、この、まあ実験じゃないけど、性質とかが分かってきたことによって、まあさらに、見せ物小屋のように、面白いぞこいつはということで、うん、いろんな人たちが、 集まるようになっていてい要はちょっと実験台になっていくというか、うん、っていうことで、えーまあ、カスパーハウザーはその時、えー、一躍有名になったと、うんうん、で、えー、まあそういう不思議な子ただ何も結局分かっていないと、うん、その子の生い立ちに関してはこういうような生活をしていたんじゃないかということだけは分かっていたと。うん で人間との喋しゃべるっていうことも、まあ、できなかったんですけどはい、はい、里親が教授なんですよダウマー教授っていう方で信頼関係を徐々に築いていてしゃべれるようになっていくとでしゃべれるようになっていったらですねどんどんあの彼が自分の生い立ちとかを話せるようになるじゃないですか、うん、それによってまたいろんなことが分かってくると、うん、でしゃべれるようになったカスパーハウザーが言ったのが えーまあ、暗い暗い暗い狭い部屋で、うん、起き上がることもできない部屋にいたと。うん、で、部屋の大きさは2メートル奥行き、うん、1> 幅1メートルほどだと。うん、人が寝るだけの小さな部屋だったと。うん、もう言ったら、棺桶ぐらいのレベルですよね。2>, 2メートルで幅1メートル。立ち上がれないと。うん、寝るだけの部屋に。うん、で、窓はあったけど、光は入らず、太陽が見えることは一度もなかったと。うん で、えー、ベッドの代わりに干し草だけが敷かれているという、この部屋で僕は育ったと。うん、で、唯一与えられたおもちゃが馬のおもちゃだけだったと。うん、だそれに異常に反応したと、うんうん。で、誰もそこにはいないし何もないと。うん、で、自分以外には人間に出会ったこともない。朝起きると必ずパンと水が部屋の中に現れていたと。うん、だから彼はパンと水が現れるのは自然なことだと思ってとたと。うん要は なん太陽が昇るとかと同じようなことだと。もうただ、パン,ね、パンと水っていうのはほっといても勝手に出てくるっていう、うん、てふうに思っていたと。で、時より水が超苦い時があると。うん、でその苦い水を飲むと必ず深い眠りに落ちると、うん、いうことが毎回あったと。で、眠りから覚めると服が取り替えられて部屋が綺麗になっていると。うん、それがただただ繰り返される。そんな生活をしていたと。うん これもうすごい監禁で、しかも睡眠薬みたいなもので、うん、何人間と合わせるの。はい。拒絶しているような感じだったと。うですね。うん。こんな生活をずっとしていたら、まあそりゃ、膝もおかしくなるよね。多数のぐらいやったらねで。ずっと光も浴びてないから。走り回ったりできないわけですから。そうそう。うん、で、たまに、えー、まあ、パンと水が自然に。 出ててくるみたたいいいな、うん、そういう生活をずっとし僕、うん、異常な世界ですけども、うん、である日、うん、そのまあ度々出てたその苦い水飲まされて、うん、気づいたら馬に乗っていたと、うん、眠りながら、うん、で、えー、まあちょっと起きかけたらまたね苦い水飲まされて、うん、っていうことを続けてかなりの距離を移動しているっていうのは分かったと、うん、で気が付いたらあの広場にいたと。 だからそのある日急になんていうの睡眠薬で眠らされてほっぽり出されたのがあの時だった、うん、ということになるとはい、はい、でとんでもないまあえー、世界で生きてきていると、うん、ただ誰が何のためにこんなことをしていたのかみたいなことも何も分からずだったんですが、うん、彼が育っていくわけですよでさっきも喋れるようになったってこともあってどんどん あの、五感とかは発達していって、普通の人間に戻っていくわけですよ。うん、ただ、そうなったら、あの、超感覚はどんどんなくなっていったらしいんですけども、うん、ええー、まあ、じゃあ、なんで、このカスパーハウザーが、うん、えー、ちょっと伝説化しているかっていうのが、ここから話があるんですよ。うん、というのも、ええー、育ってきて、あることに誰かが気づいたんですよ。うんうん というののがカスパーーハウザーの顔、うん、成人していくにつれて、うん、驚くほど王室貴族であるバーデン大公の貴族に顔が似ているとそれが町の人たちにこう言われ始めて、うん、すごい騒ぎ始めたんですよ。うん、もう似てるっていうか、うん、えもう息子なんぐらいの感じで。はいはい、高橋秀樹親 ああ、もうそうだね。うん、あれだったらわかるでしょ。うん、あれだって否定してもそうだって思うもんね。<laughs> うん、まね。そういうことなんです。で、当時、その1812年に、うんえー、バーデン大公という、うんえー、人がいまして、まあ、あのー、生まれてすぐに、うん、後継ぎであるその王子が生まれたんだけど、うん、すぐ死亡して埋葬したと言われていたんですけども、うん、それが、えー、まあ、 手紙にあるカスパーが生まれたとされている年が1812年なんで、あれとリンクしているぞと。で、さらにですよ、カスパーの体を調べたところ、驚くべき事実が判明したと。それが、あの、予防接種を受けていると。カスパーは。これ当時、予防接種っていうのは、まあ、貴族しか受けるようなことができない、とんでもなく、えー、まあ、 お金もかかるし、うん、そんな普通の人はやるようなことではないのに、うん、そんなね、生活をさせられてたカスパーが、うん、なぜ予防接種を受けた跡があるのかと。とい,、ね、いうことで、えー、これはおかしいぞということで、うん、もしかしたら貴族の出なんじゃないかということが噂されるようになった。うん、で、えー、まあ、身元引受け人の一人だったフォ,、えー、フォイエルバッハっていうのが調査を行っていくと、うんえー どんどんそれっぽい情報が集まってくるとこれマジなんじゃないかっていうことで、うんえー、公文書までこう作成して、うんえー、貴族であるっていうことを言おうと思ったら、うん、すぐさまですよバーデンコの人間たちが訴訟をちらつかせ、うん、要はそれを表沙汰にするなと、うん、圧力をかけてきたと。と、うん、いうことで、えー、まあ要は王族たちの。 まあ貴族とかに彼がその,そ,その貴族の出身であるっていうことをまあ出させないように圧力をかけてきたんじゃないかということでえーまあなんていうの謎のままで終わらされてるんですけれども結構これがだからよくよくその調べていくとえーまあそのカール大公っていうえ人が。 妻のね、ステファニーが生んだ第一王子、王子となるべき子供が、うん、え死産だったっていうことを、こう、なんていうの、後継ぎがいなくなっていたから、えー、まあその入れ替え、すり替えをしたんじゃないかと。うん、で、死産っていうことにして、彼をあの監禁するということで、うんえー、まあいないものとしていたと。うん、で、えー、ただそれに、あの、正体を探るために、こう、いろんな、 懸賞金がかかけられたりとかしちゃってどんどん話が大きくなっていったってことでえまあカスパーハウザー自体が貴族なのか何なのかっていうのをえもう大ニュースになってセンセーショナルな,このなんていうの一躍こう時の人みたいになっちゃったんですよ。でまあ面白い話だからみんなこう沸き立っていろいろ調べたあだこうだっていう話をしていたんですがある時。 カスパーハウザーに、ちょっと、ええー、まあ、予想だもしない事件が起こるんですよ。うん、というのも、ええー、まあ、襲撃を受けるんですよ。うん、その、えー、ダウマー教授っていう人と、まあ、暮らしていたんですけども、うん、えー、教授が家に帰ると、服が破れ、頭から血を流しているカスパーの姿があったと。うん。これ、一命を取り留めたカスパー、 から話を聞くと覆面をかぶった男が現れて突然自分をナイフのようなもので襲ったと。うん、で、えー、その攻撃は喉元を狙ったようだがうまくそのカスパーが体をすくめて逃げたことによって頭切られてなんとか生き延びることができたと。はいはい、で、えーまあ、カスパーは負傷した状態で上ごのように「なぜ僕を殺すんです?」と「うん、僕はあなたに何もしたことがない」と。 えー、僕を殺すなんてなぜだ教えてくださいみたいなことをずっと言っていたと、うん、で怪我が回復してカスパーが警察に証言したところによると、えーまあ、黒いスカーフと黒い帽子で顔を隠した男が「えー、ニュンベルクの町を離れる前にお前は死ななければならない」と言いながら切りつけてきたと、うん、要は、えー、こ,いこのカスパーハウザーを殺そうという輩がここに来て出てきてしまったと。うんうん 要はこれ以上カスパーハウザーのことを調べられると都合が悪いという人がいるんではないかという話になってえまあなんていうの謎の男にカスパーハウザーがー襲撃されたとまたこれで一つニュースになってしまったっていう感じなんですけどもでえまあこんな襲撃があってカスパーハウザーも結構ビビって、えー 24時間の警護が警察がつけることになってその身元引き受け人も新しい人にしようということで、うんえー、今度は急にですよ王,王族のバーデン大公の相続人の友人というスタンホープ教という、うんまあ、かなり身分の高い人が、えー、身元引き受人に乗り出してきたってこれもちょっとおかしな話なんですけどね。うん、なんか急激に 王族の関係者みたいな人が身元引き受けろっていうのもおかしな話なんですけども、うんえー、まあ最初ねその、えー、スタンホープ教とカスパー仲良くやってたんですが、うん、ある、まあ、生活していくうちにスタンホープ教が突然態度を急変させると、うん、なんかこいつカスパーは世間ではいい人間のように純粋な人間って言われてるけども実は違うぞと、うん、う傲慢だと めちゃくちゃな,なんかあの自分勝手なことを言っているしまだまだとうん、嘘ばっかり言っていると、うん、で一、えーまあ、回襲撃されたけどもそれも本当は違うぞと、うん、自分で切りつけて自作自演をやっているんだとかっていうことをこう言いふらし始めると、うんうん、要はカスパーブームをんていうか悪い イメージにこうすり替えようとしているようなネガティブキャンペーンをわざわざ身元引き受けた人が言い始めると。彼はもうペテンシだと言い続けて。で、ええー、まあ、なんていうの、そのネガティブキャンペーンを本当にして、何のメリットもないじゃん、そんなことしてもっていうことをし始めると。で、元々の里親だったダウマー教授とかが、いや、おかしいだろと。俺といた時そんなことはなかったし、そんな、 ことをするメリットも何もないじゃないかっていうことで反発するんですけども、うん、あの、なんかそれさえも、こう、王族の力でこう、なんていうの揉み消す。もみ消そうとするというか、うん、反論してくる人にはすごい、うん、いや、ペテン師なんだっていうことで、こう、うん、力関係をね、こう、発揮して、うん、まあ、カスパーハウザーの人格がどんなものかっていうのを、こう、分かんなくなっていくと。はい、はい、うん。で、えー、もう、 カスパーにとっても苦しいいじゃないですかそんな人のところにいるのは。うん、で涙流してこう教授に元に戻りたいみたいなことをずっと言ってるんですけども、うんえー、まあしょうがない、うん、あのできないということで、えー、まあ泣きながらそこに生き続けると。うん、でまあやっぱりさすがにみんなずっとカスパーの話してるわけにもいかないですから、うん、徐々に何年か経ったらこう存在を忘れていくんですけれども、うんえー、まあ ちょっとみんなが忘れ始めた頃にもともと身元引き受け人の一人だったフォイエル・バッハっていう人がちょっと思い出したかのようにとか、うん、ずっと水面下で動いてたんだけど、えー、カスパーは貴族であるっていう報告書を作ったんですよ、うん、でそのスタンホープ教っていう、えー、ネガティブキャンペーンをしていた人に送ったと、はいうん、で、えー、それを出版したんですよ、うん、そしたらもうヨーロッパ全土には大きな波紋が広がったんですよ。うん で、えー、その翌年本が出て、えー、1833年この本の出版が何かを呼び覚ましたかのように、うん、カスパーに2度目の襲撃が訪れると、うん、もうこの、えー、カスパーハウザーの、えー、本の出版がきっかけになったのかわからないですけど、はい、その出版したフォイエル・バッハも突然なぜか、うん。 死を迎えたりとか<わ>、えーまあ、カスパーの理解者であった市長などもこの時一気になぜか死亡していると。はい、で、えーまあ、この第二の襲撃が、えーまあ、1833年に行われてカスパーは大量の血を流して倒れているところを発見されたと。見ると胸に深い 刃物による刺し傷が受けており、うんえー、肺と肝臓を貫いていたということによって、はいまあ、死んでしまったと。うんうん、で、えーまあ、結局この時にカスパー・ハウザーは何者かにナイフで刺されて殺されて,、うん、されてしまっているとしかもその味方であった関係者もその時なぜか死んでいるということでカスパー・ハウザーのことを知っている人も、えー、調べていた人もうん、うん 亡くなっているし、うん、本人も、えー、この時死んでしまったと、うん、でその本の出版がきっかけで王族の何かに、えー、まあ惹かれてはまずいようなことが書いてあってそれをもみ消すために動いたんではないかと言われる、うんえー、ことなんですよ。はいうん、で、えーまあ、そのですね、えー、カスパーハウザーが殺されて、まあ、その時にちょっとダイイングメッセージみたいなことで、うんえー、犯人について。 ちょっと話したんですって、カスパーが。うん、で、それが宮廷庭園っていうワードが出てきて、その辺をこう調べるとですね、えー、あるメッセージが財布にですね、入っていまして、うんえー、鏡文字でなぜか書かれているんですけども、うん、カスパーハウザーは死ななければならない。カスパーハウザーは私がどんな顔でどこから来たか、そして誰なのかを知っているはずだ。うん だから私もカスパーハウザーを知っている私はバイエルン国境の川のそば、えー、から来た名前は MLO とだけ言っておくという、うん、謎のメッセージが見つかったりという,、うん、もうさらに何が何だか分かんないですけども、えー、新しい情報が次々と出てきて貴族とのつながりをひ、まあ、紐付けるようなものが見つかってはいるんですが、うん 何一つそれを証明できるようなものはないというかもみ消されてしまっているというようなことでいまだにその、えー、カスパーハウザーが本当は貴族の息子であったんではないかとかっていう話もしくはペテン師だったのかなんなのかとかっていうことで、えーまあ、この物語自体は、えーまあ、終わっているというか、うんうん、な謎が謎を呼ぶ、うん。 そして結局、カスパーハウザーとは誰だったのか、誰の息子だったのかとかっていうことが、えー、まあ、多くの謎を残したまんま終わっているんですよ。うん、ただ、えー、まあこの後、いろいろ後世に入って研究とかが行われていて、うん、実は、えっと、カスパーハウザーが言っていた、あの、閉じ込められていたんではないかっていう、うんうん、えところ、2メーター、2> 2 m 1メーターの、えまあ、なんだかん、監獄というか、まあ、うん ね、すごいスペースススペースですよね、うん、ただの。が、えー、あるお城の中で偶然発見されたと、うん、秘密の部屋があったとビル・ザッハ城というですね、うんえー、ところから100年ほど経ってから、えー、事件から100年経って秘密の部屋が偶然発見されたと、うん、でもうまさに調べると奥行き2メートル幅1メートルは完全に一致してると、うん、で、えー、その後その城が改装工事になって うんえー、まあいろいろ調べていたらがれきの下からおもちゃの馬とか出てきたっていうことでもうまさに本当にカスパハーザーが言っていたことは合っていたんじゃないかとかってこととか宮廷庭園でその後また刃渡りが1 4ンチの刃の探検が見つかったりとかってことで刺し傷と一致したりとかってことで、えー、後々その狂器も。 えー、2年後とかにね見つかったりとかっていうことで、うんえー、もうどんどんそのカスパー・アウザーが言っていたことを裏付けるようなことも、えー、後にね、うんうん、見つかっているってことででこれ一番注目なのはやっぱりこれが何,、うん、何者だったのかっていう、うん、結局貴族の息子とかだったのかってことで,、うん、で今だったら何をしてこれを見つけると思います、うん その関,関わりをうーんその亡くなった DNA とかそうっすよね、うん、今 DNA 鑑定ができるじゃないですか、うん、で96年1996年に、うん、カスパーであるとされる髪の毛と血痕を用いて、うん、DNA 鑑定をついに行ったらですよでしたところ結果はつながりなしと出たんです、ね、あらカスパーとバーデン対抗はじゃ関係なかったのかということを、うん になって、えー、一旦話は落ち着いたんですが2002年にその、えー、だ6年後かな、うん、になってカスパーとされていた DNA 自体が、うん、実はカスパーのものではなかったということが分かって、うん、で改めてポイエル・バッハっていうその身元引き受け人のコレクションから、うんえー、カスパーの髪の毛を採取何をコレクションしたのよ まあ、その、身元引き受けに、だからね、普通に、いろいろあるでしょ。<laughs> まあまあ、そうですねはね。うん、で、そこから DNA 採取して、うんえ、バーデン対抗の、えー、妻、ステファニーの子孫と DNA をこ、うん、こう、なんていうの照らし合わせたところ、うん、なんと95、95%一致した。うんうん、ただ、まあ、これも、 どこまで本当の DNA の髪の毛なのかとかまあ分かんない部分もあるから100、100%そとは言えないんだけどね。ま血者が出てくるのが昔じゃないですか、すでに。ね、そうだよね。ピンポイントで当たってるってことだからね。ってことで、まあ、これはもしかしたら、少なくとも関係、何かしら、その家系とあるんではないかってところまでは言ってたりとかってことで、かなり確証的なものも、 今後出てくるかもしれないといととうことでね今、うんえー、だなお、まあ、だからどこまで、えーまあ、出てきているかっていうと、まあ、そこまで出てきていると、うん、話としてはねただこれね、まあ、ややこしくしているのは、うん、そのえー、まあ対抗の方の家系の人たちが、うん、証拠というか、うん、そういったものを一切あの 立ち入り調査とかを拒否しているんですよあ今のね。だからそ,そういうのをもっと調べれば本当は分かるのに、うん、もう一族で記録している文書とか全てを、うんえー、完全に拒否しているため決定的なものがなかなか出てこないということで、えーまあ、ずっと暗闇の中にこの話がいるというか、うん、なかなか確証までいかないというね。 えーまあ、不思議な話というか、うんうん、まあ事実だとしたら結構えぐい話ですけどね、うん、自分の子供をこう、えーまあ、暗闇の中に閉じ込めてただ生かしているっていうだけだったっていうね。うんねうん、っていうのが、まあ、カスパーハウザーにまつわる、えーまあ、事件事件というか、まあ、お話ですよね。うんうん、これが、えー、まあ 一応ですね、写真とかもあって、うん、カスパーハウザーどんな風貌なのかこ、これちょっと軽く見ていただくはい、はい、結構ね、うん、紳士っぽく見えるっていうか、なんか、歌舞伎町に年いったこういうホストいますよね。<laughs> <laughs> 髪型とかね。つまりやっとんねんみたいな、はい、この人。うん、意外とさ、だからその、 ミナリもさ最初すごい汚かったんだけど、うんうん、綺麗にしたら意外とあれこれ貴族でいけんじゃねえかっていうような風貌もしてたりするんでこれはねなんかうんやっぱり王族たちが隠したいことがあってまあみんなをこう消していったんじゃないかという、うんえー、まあちょっと陰謀論も入るようなね、うん、話ですけどもどうですかこれこの話自体聞いて。 いや、だからもうファンタジーがすごいですよね。ね、その、失われた王族なのか、うん、もしくはペテン師だったのかとかっていう奥さん側の血筋っていうのは95%分かってるけど、太鼓、うん、側は、まだ血やってない。だできない。じゃないですか。だからだ、ね、から俺なんか、その、奥さんのと別の、 男の間に生まれた子じゃないかな、うん、と。そうそう、やっぱり。それもね。結構あるじゃないですか。愛人説みたいなやつ、ね。うん。だから俺、それが一番強いんじゃないかなと思っていますね。まあ、捨てるのもできないし。うん、で、パンと水あげてたのは、それこそその奥さん側の血筋の誰かであって。うんうん 生かしてやるのはいいけどみたいな感じで隠して買ってたみたいなそうねあのまあそれこそ本来なら殺しちゃった方がいいじゃんと思うんだけどやっぱ両親の呵責とかがあるのかずっとね生かし続けてである時でも表沙汰にしてるわけじゃんわざと馬に乗せてねそう不思議だよねだから誰かを裏切ったのか内部のものがハリー・ポッターみたいなとかね階段の下で買うみたいなね でね、やっぱこれ、話、やっぱ面白いじゃないですか。うん、あの映画化とかしてたり、うんえー、いろんな、えー、ものにこう、うん、影響与えてるそうなんでね。まあ、この話自体も多分、分あの映画でもあるし、うん、カスパーハウザー謎みたいなやつがあったりするから、うんえー、まあ、興味ある人はね、ちょっと、ゆっくり見た方が、多分面白いですね。もっとディティール細かいんで。はいはい。と、うん、いうことで、まあ、えー、今回、ちょっとやってなかったと思うんで。 カスパーハウザーの話、うんえー、させていただきました。以上になります。はい、ありがとうございました。